アスコリピチェーノは、イタリア共和国マルケ州にある都市で、その周辺地域を含む、人口約4万9千人の基礎自治体、アスコリピチェーノ県の県都である。各言語で以下の名を持つ。ラテン語で、アスクルムと呼ばれた町は2つあり、それぞれ、古戦場として知られる。1つはこのアスコリピチェーノで、紀元前89年のアスクルムの戦いの舞台となった。もう一つは、 現在のアスコリ・サトリアーノで、プロス戦争中のアスクルムの戦いや、第二次ポエに戦争中のアスクルムの戦いの舞台となったアスクルムである。アスコリ・ピチェーノ県外リアクズ、アスコリ・ピチェーノ県中部、バルレデルトロントに所在するコムーネ。アスコリ・ピチェーノの町は、テーラモから、 北北西へ2 4メートル、トロント川川口のポルトダスコリから西南西から2 7トル、フェルモから南南西へ3 6ル、デリエーティから北東へ7 7トル、州都アンコーナから南へ8 5トル、首都ローマから北東へ1 3 8キロメートルの距離にある。アスコリの町はローマとアドリア海岸を結ぶ古代のサラリア街道沿いにあり、 現代の国道を4号線に受け継がれている。アドリア海沿岸部へは、鉄道がサンベネデクトデルトロントとの間を、高速道路がポルトダスコリとの間を結んでいる。地域の西方に、トビチピアナデラフォーチェラがある。アルコリピチェーノの街は、トロント川の流域にあり、カステラーノ川が合流する地点にある。街の三方は山に囲まれている。地域周には、 二つの国立自然公園が指定されている。北西のグランサッソエモンティデッラアラが国立公園、南のモンティシビ、リーニ国立公園である。アスコリピチェーノはイタリック人のピケニ族によって建設された都市である。数世紀後、ローマ人たちはアドリア海で生産される塩をラティウムに運ぶための塩の道としてサラリア街道を建設した。紀元前六十八年、 この都市は、ローマから名目上は、独立した、キビタス・フォーダータとなった。紀元前91年、中央イタリアの他の都市と共に、ローマに反抗した。しかし、紀元前89年、グナエウス・ポンペイウス・ストラボとのアスクルムの戦いで、敗れ、都市は占領、破壊された。住民は、ローマの市民権を得、その後都市は発展し、ローマ帝国の崩壊を迎えた。 中世、アスコリは、東ゴート人によって破壊され、ついで578年には、ランボバルド人のファロルド一世による破壊を受けた。その後2世紀にわたり、ランボバルド王国のスポレート王国の支配下に置かれた。ついでフランク人が、代理人を通してこの地を支配し、最終的には、司教がこの都市に対する影響力と権力を獲得した。1189年には、 共和主義者によるコムーネが設立されたが、都市内部の紛争は、市民の価値観と自由の終焉、近隣の敵による危険をもたらすことになった。こうした都市に不安定な状況は、外来の独裁者による支配に道を開いた。例えば14世紀、ガレオット一世イマラテスタは、当初フェルモとの戦争の中で、傭兵隊長として迎えられ、ついで、フランチェスコスフォルザがその座についた。 1482年にスフォルザは失脚したが、強皇の総試権に服属することを再び強いられた。1860年のイタリア統一に際し、強皇領のマルケウンブリアと共に、新たなイタリア王国に併合された。アスコリ・ピチェーノには以下の分離集落がある。サッカークラブチーム、アスコリ・カルチョ 1898FC の本拠地。ホームグラウンドはスタディオ C のエリイリョ。 デルルーカである。ありがとうございます。